か複雑な気持ちではあるかな。また違うところで多分勝負ができると思うから、うん、まあ、そういうところで他の若い選手とは勝負したいなと思うんだけど、プレーする喜びっていうか楽しさが、よしかチャンネル。それでは僕の同級生伊藤テル選手に来てもらいました。よろしくお願いします。はい、お願いします。テルも47でさ、皆さん、マイアミの奇跡の時のブラジル相手に点取った人ですよ。これ言ったら誰でも分かる。これそれ言わなきゃ分かんないもうね、僕らにとってみたらもう清水ではもうマラドーナだったんで、テルがこのアスルで、まあ、今シーズンもまあ戦うということで、うん、まあ、俺らとするとあまり J3 の情報がないんだよ、うん、J3 って実際どう？もう長くいろんなチームで、ね、やってきて、どう？そう、そう言われてもなかなか答えづらいとこあるけど、じゃあ J1 やって J2 やって J3 やってるじゃん、うん、J3 のどんな感じなの J3？ 俺もやったことある、相模原でね、あ、はい、前に監督やらせてもらった時にあるけど、でも俺3試合だったから、うん、そこまでの印象っていうのはあまりそこまで持てなかったけど、うん、お前ずっとやってるじゃん。もうやってるね。どう？在籍してる選手が基本的に若い選手が多いから、まあ、技術面では当然 J1 とか、うん、まあ、例えば J1 とかの方がうまさはあるけど、なんかタフというか、なんか ラフな感じもちょっとするし、うん、その上のカテゴリーとまあ違うよね。激しい？激しいといえば激しいのかな、うん、あとまあどのクラブも多分資金力がそんなないから地方のクラブが多いでしょ。そう、遠征にバスで行って、うん、そういう意味でのタフさもあるし、うん、いろんな意味でタフでなくてできないかなってことはあるかもしれない。コンディションとか難しくね、47になってゲームに向かってトレーニングしてっていうのは全然普通にできるから、そんなに難しいとは思う。まあ、テルさ、お前ずっと、まあ、エスパもそうだし、もうずっと子供の頃から試合出てきてやってきたけど、こうやって今年齢重ねるにつれて、これ誰もがそうだけど、うん、試合出なくなるじゃん、うん、この辺どう？やっぱ出たいとは思うけど、まあ、これもこんな選手として 言っていいかどうかわかんないけど、47のやつが今 J3 とはいえピッチで試合に出てるのもどうかって思うところもある、うん、だったらもっと若いやつが出てなきゃクラブとしても良くねえだろっていう気持ちもあるし、うん、でもやっぱ試合に向けてトレーニングしてるから試合もやっぱ出てえなっていう気持ちもあるんだね、うん、なんか複雑な気持ちではあるかな、うん、やっぱ出たりやしんは当たり前だけど、あるよね。だってカズさんがさ、あの鈴鹿のヤッサンのチーム、あー言ったのも、うん、やっぱり自分が試合出たいからさ、うん、やっぱりそれは同じ気持ち、それはある。うーん、さっき言ったこう J3 よりタフで、うん、なんか言葉悪いけどこうちょっとガチャガチャしたところもあったりする、そういうの僕苦手だから、うんうん、そういうところとなかなか勝負にしようと思ったら難しいのかもしれないけど、うん、また違うところで多分勝負ができると思うから、うん、まあそこで勝負してるんだけど、例えばじゃ あ, そこで勝負するって、そこってこのアスルのクラブの中でどういうところなの？ポジショニングうまく取りながら、まあ、陸上と違って用意どんでやる競技じゃないから、その辺は経験を生かしながらやれるとこはやって、うん、走んなきゃいけないのは分かってるから、うん、まあ、そこはまあ多分大丈夫だと思うんだけど、まあ、そういうところで他の若い選手とは勝負したいなと思うんだけど。昨シーズンどんぐらい出たの？去年は試合出てないんだな。ベンチは何回かあるけど。その前のシーズンは出たの？もう覚えてねえな。あ、そう。そのぐらいだ、うん。でもなんか俺とするとさ、やっぱお前がずっとこう出てたっていうところ印象がやっぱ強いからさ。だからテルがそういう、覚えてねえな、いつ出たかっていうぐらいっていうのは、それがさ、やっぱすごいよね。でも誰しもそうなるんだよな。なるほどね。でもその中で試合出ようとするわけじゃん。うん、この心境っていうのはどうなの？これはさ、うん、プレーするのがすげえ楽しいから、
確かにもこの年になってからトレーニングしんどいし、うん、やっぱしんどい、しんどい、体はきついとは思うけど、でもまだそれ以上にプレーする喜びっていうか楽しさがでかいから、まあ頑張れてるし。家族は何て言ってんの？家族何も言わないよ。ありがたいかな、俺からしたら。だよな、うん、これがお前うるさい神さんだったな、お前本当そう、いつまであんたサッカーやってんのっつって。そう、ねえ、ほんとそれはそう思う。大根はだからいくつか移籍してるけど、まあ、子供も含めてずっと一緒に動いてるから、転校もしてるし、まあ、嫁さん子供はだから全く知り合いがいないところに行くわけだから、俺は別にね、グラウンド行っちゃえば仲間がいるけど、そういう意味ではそういうのも一緒にこうついてサポートしてくれてるからありがたいなと思うな。すげえよなそれ。それはすげえと思う。よかったなテル。いやね、僕らの時のマネージャーだったんですよ、テルの奥さんは。だから僕もこういう話ができるわけですよ。ね。じゃあ次行きます。チャンネル登録お願いします。